あなたに知ってほしいラテンアメリカ情熱と闇の大陸です司会の高瀬剛ですどうぞよろしくお願いいたしますそしてご案内役はいつもの通り井高博明さんですどうぞよろしくお願いいたしますいこちらこそよろしくお願いいたします、えー、今回はですね地理を取り上げます、えー、南米の太平洋岸にあります地理ですが1973年の9月11日に、まあ、サルバドール・アジェンデス、えー、政権がですね、えー、崩壊いたしました これは流血の軍事クーデターによるものだったんですけれどもこの政変の解釈で国論が二分されましてアジェンデ政権の流れを汲んでおります今のガブリエル・ボリッチ大統領の社会,主社会民主主義政権はですねなかなかこの政権運営のところで非常に今厳しい状況に立たされているということなんですね。で今回はこの南米両アメリカ大陸のですね9.11事件と。 言ってもいい50年前の知事の軍事クーデーターについて取り上げたいと思います板高さんこれちょっと非常に興味深い話だと思い,ます、はい。米州つまり南北両米大陸とカリブ海ですけどもここで起きたこの最初の9.11事件これがこの50年前の知事のクーデーターなんですね、はい、それからこの28年経った2001年にニューヨークであるいはワシントンのあそこはペンタゴン国防省がやられましたがあともう一つあった あのよ4カ所で同時多発的に起きたこの例の、えー、に米国の9.11事件ですね、はい、これがこの、えー、現代から近いもう一つの9.11事件ですね。で私の世代ぐらいになりますとどうしてもですね9.11というと最初の地理のクーデターこれが浮かんでくるんですね。ねでまあ2つを非常につながりがあるのはですねは米国が 加害者だったわけです。うん、クーデターのこのクロでね、えー。ところが、あの新しい本の九点一時一一二千一年のこれは米国が被害者だったんですね。ところが被害者と言っても米国はそれまでにやってきたこの世界の警察官とよく言われましたが。 それでやってきたさまざまなことがこの恨み買ってですね、特にこのアラブ・イスラム中東あの辺の国々の反発を買ってこの事件が起きたとニューヨークの事件が起きたとまあこういう分析がありましたね。まあしかし両方に通してきたのは米国の存在だったと。なるほどね。まあ要するにやっぱりこう世界の警察官ということをねまあ自認しているその後アメリカがいろんな行動をやった結果。 まあこういうことにつながっていくということなんでしょうけど、はい、井高さんはこのチリのですねクーデター事件について非常になんか思い入れがあるようなんですかありますね。あのい,いくつか一回語ったことがありますけれども私はあの30歳の時ですね現地行って取材しましたそれから50年経ってしまったとあ<ー>でまあ,あの大変な取材でしたから私のこのう考え方 人生観、えー、あるいはこの世界観ジャーナリズム観そういうのが全部この、えー、どうあるべきかというのが問われたですね、うん、いわばこの「実存」という言葉がありますけど私自身の,この存在実存が問われたようなあの厳しい取材でしたああ。長いジャーナリスト人生の中でもやはりこうもう特筆すべき 事件であう3本の指に入るぐらいの大事件でしたね。50年前ということになるわけですけども、まあ、その現地取材についてはですね後ほど詳しく語ってもらうということにしましてまず当時の状況をまとめてみたいと思います。でこれは東西冷戦最中のの1970年11月3日ですね、えー、自由選挙で誕生しました世界で最初の社会主義政権。 これがアジェンデ政権だったんですね。ところがですね、チリの保守政財界及び軍部とですね、アメリカ資産の摂取とか、それから第二のキューバの出現を恐れた当時のアメリカのニクソン大統領、えー、ここが連携しましてですね、かく乱工作を展開したわけですね。で、その結果、クーデターに成功するという結果になったわけです。で、フランス、イタリア、スペインを中心とする当時の 欧州共産主義、まあ、これはユーロコミュニズムという言葉私も当時、学生時代でしたけれども、このことはよく覚えてますが、このユーロコミュニズムにも、このアジェンデ政権は多大な影響を及ぼしていたんですけども、2年10ヶ月でついえ去ったということになります。でクーデターでできた軍事政権の主犯は、陸軍司令官でありました、アウスト・ピノチェ将軍ですね。 今写真に出てますねもう今までもチリの話は何度かやりましたのでおなじみの顔という感じなんですがこの軍政がですね1990年3月11日の民政移管まで16年半も続いたということなんですね。まあアメリカのニクソン政権はクーデターの黒幕として相当にあくどい秘密工作をしたということのようですね。これれれはそそうでですすねそれからまあ50年経つわけですけれども、えー ちょうど冷戦が1990年前後に終わりましたね、はい、それでチリにもこのピノチェ軍政が退いて民政官がなりましたね、はい、その結果米国としてもですねこの自分の身を,身を切ることですけれども、えー、秘密工作ですねこれをこの秘密,秘密文書を公開すると、まあ、そういうことができるようになりましたね。それれからこの30年もも経つわけけですけれども えー、ちょうど50年の節目にあたるとそれ、うん、で米国はバイデン民主党政権それから、えー、チリはボリッチ大統領の、えー、中道左翼政権であるとでお互いがそうなっていますのでこれはな米国はトランプの共和党政権みたいになるとなかなか公開しないんですよ。 したとしてもこの、えー、す度少ないとかねでちょうど、えー、バイデン政権とこっちのボリッチ政権とがあったもんですからはは、えー、バイデンはこのチリ側のボリッチの要請に応じてですね、はいえー、たくさん出してますねあ<ー>その結果いろんなこのい、えーまあ、わば悪行ですね、はい、悪いや過去にやったことが次々と明らみに出て、はい、ほんあの時はなるほどこうだったのかと。うん あのクーデターの50年間のこの歴史の構成がですね、ええ、構造、構成そういうものがこの改めてそれを構成し直さなきゃいけないぐらいにさまざまな事実が明らかになってきましたねなかなか興味深いんですけどこの機密文書の公開ってどんなことが今までで明るるみに出てきてきんでしょうかいくつかの事実はですね、えー、CIA はですねニクソンに逐一,一この報告していたわけですけれども。うん ククタタが起こることをクタが起起ここるるととをき前から知ってたとほ<う>つまりこのチリ、えー、側のこの、えー、軍部とかね、はい、それからこの仲立ちをした民間のですね、えー、人の情報からみんな入ってましたからね、うん、知ってたってことですよ、うん、それからまあ,あの資金援助したとか、うん、それから暗殺に関与したとか、うん、まあこれはもうだいぶ前から分かってましたけどもね、うん、まあさまざまなそういういかにこのテレンテクダを 使ってえつまり就任する前から倒そうとしていたんですから要するにアジェンダがもし政権を取った場合にはこうしようということを考えてたでやっぱりそのせ可能性があったということですよね。ええ1970年の7月にこの大統領選挙があったんですけどね、うん、その時にこの左翼のサルバドル・アジェンデ候補と。 それから中道のですね、えー、キリスト教民主党という政党があるんですが、うんえー、ラドミド・トミッチという、あのー、政治家ですね、はいえー、それからこの右翼のですね、えー、保守右翼の、えー、国民党のホルフェ・アルサンドリとこの3人が出馬したわけですよ。うん、で最初ねこの 左翼はですね、えー、うん、例のあのー、詩人のですね、うん、パブロ・ネルーダも共産党代表としてあのー、出馬し,しようとしたんです。<う>ところが左翼が二人に割れちゃうと落選するでしょう。そうですね。そこでサラバドのアジェンジ一本化したんですよ。<ー>でこれはあのー、共産党にとっては、うんえー、共産党じゃないこの えー、政党とですね、うん、組んでやることを人民戦線と言いますが人民戦線なんですね、うん、だから人民連合という名前はこれ昔の言い方をすると人民戦線なんですよああそういうことですね、えー、それで社会党共産党急進党なんかこの6党ぐらいが、えー、一緒になってですね、はい、この、えー、人民連合という政党連合に、うん、組みましたね、うん、この、えー、候補がサルバドル・アジェンで,、うん、で彼にとって4回目の出馬でした 中道のダドミド・トミッチこれはキリスト教民主党ですね、はいはい、えトミッチ・ラジッ,ラジッ,とはラジッチと今の,あの失礼ボリッチですね、えーえー、トミッチ・ボリッチとて似てますがこれで分かるようにあの、えー、クロアチア系。 旧ユーゴスラビアのね、はい、あの辺からあのあの移住者の子孫ですね。はあはあ、から、えー、右翼のホルヘラシャンドリーこれはイタリア系のチリ<ー>人ですけどこの人はね、えー、あの前その当時の前大統領だったんですよだから再選を狙ったわけですね間一,一挙置いて。だからラドミル・トミッチはその当時の,あのエドワラド・フレイっていうこの、はい キスト教民主党の政権の時代だったんですよ、この選挙は。はい、だから同じ中道政権が続くということはないだろうというんで、彼は不利と見られたんですよ。で、左翼の,でこの、えー、その当時のフレイ大統領はですね、うん、かなりこの改革をやったんですよ。うん だから、えー、そのこの1970年の大統領選挙ではその改革路線をもっと深めるという意味で左翼のアジェンダが出てくるか<ー>それとも後戻りしようかとその前の大統領であるアレサンドリがまた出馬してましたからねここに戻るかと、はい、つまり左翼と右翼の決戦だろうというふうに見られていましたなるほど,なるほどしたがってこの3人のうちの2人がですね大体いい支持票が3分の1つに分かれてましたからね一番 3, 3, 面3番目になるトミッチは落ちるだろうと、うん、そうすると決選投票でトミッチがキャスティングボートを握ると<う>だからこれがどっちに、あのー、投票するかで次期大統領が決まるとなるほどそれで親愛米国としてはですね、うん、またあの、えー、チリの,あの保守抑制力はこの1位になった方に トミッチは、かたあの、決戦投票で、支持するだろうと。ほうだから、最初の選挙で、アジェンデか、アレサンドリか、どっちが出るかっていうところに、最大の関心があったんです。なるほど。要するに、トミッチは、とにかく、自分がキャスティングボートを握って、1位の方に、総選挙入れれば、自分も、何らかの、まあ、その。 ポストをもらうとか、あるいは政治的影響力をそこで確保できると。まあ、こう考えたわけです、うん。いや、何らかもらうということまで考えないでね。えー、むしろ彼は真面目な政治家だったんです。はいで。この国のために、えー、どっちがいいかということを考えてましたね。まあ、ただし、この選挙民の意思をね、えー、大事にしようって言うんで。えー、接戦で、どっち、一位になった方に。 開けようううとまあそういいう考えだったみたみですなるほど、ええ、それで第1回投票でアジェンデが1位になったんですね 1>,、えー、1位になったんですでつまり米国の、まあ、懸念がそこで的中したということはうな,、ね、なわけですねそれで,でトミッチは落選したので今度は決戦でトミッチはアジェンデを支持するという、えー、そこでですね重要なのはあの1位になった途端にですねえー チリの最大の今影響力持っている大きな新聞で当時はそ,そ,それほどでもなかったんですけどもエル・メルクリオという、はい、あのー、有名な新聞があります、はい、このエルクリ・メルクリオっていうのはの保守右翼なんですねこ,こんな立派な社群を今持ってますよ、うん、おお、すごいですね、えー、このあの社主がね、えーえー、エドワーズというんですけども、ね、このエドワーズがですね,えねこの人ですね、もう過去の人ですけどね<ー> アジェンダが第一回とより1位になった途端にワシントンに行ったんですよ。うん、ほそれでキッシンジャー,、えー、ヘンリー・キッシンジャーこ、まだこの今年100歳で生きてますけどね。あの人がニクソンのあの安全保障担当の補佐官だったんです。うん、その後はあの,、うん、あの国務長官になりますけどね。はい、この、うん、補佐官だったキッシンジャーに会いましてね。うん、それでその紹介でニクソンに会ったんですよ。うん、それで今私たちが話しているようなことを説明して。うんはい これを食い止めないと、銅、うんえー、山国有化してね、チリ、うん、のあの最大の産業銅山です。うん、えー、米国にも悪い影響を及び,及びますよとか、いろんなこと言ったんでしょうね。うん、で、分かったとで、ニクソンが後日、うん、あの。チリへの、シーガイエを使った介入を決めるんです。なるほど、これはアメリカ側から働きかけたというよりも、うん、まあ、もちろんアメリカもね。非常にこのチリが社会主義政権として誕生し。うん、心配してた。心配してた。うん、そこに。 側からの星エ,ドエドワーズがそのつまり彼個人というかね彼個人もそういう思想だったんでしょうけどもチリ、はい、の,この、えー、社会主義になっちゃ困る財界政界ですねそれから軍部、はい、そういう利益を代表して、えー、ニクソンにあったわけですよ。はあ そこから動き出す、じゃあ、アメリカもそこから本格的にいろいろ動き出していいくという、うん、つまり、チリ側から求められたっていうこ,のことが必要なわけですよ。なるるほどあ一種の、ね、こう建前上のが、えーえー、必要だということになったということで、えーまあ、いずれにしても、そのアジェンデが結局、トミッチの支持を受けて、決選投票では1位として、まあけまあ、決選投票で勝つわけですね、でアジェンデ政権が、まあ、成立してくるということになるわけですね。えーえー でその結果、ですねでこのこのただこの決戦投票のちょっと前の話をすると決戦投票直前の10月に、えー、当時のです、ね、陸軍司令官これレネー・シュナイデルという人がいるんですが<う>この人は、えー、CIA は極右の地理軍人を使って暗殺するということなんですけれどういういことだったんですかつまりこのシュナイデル将軍はですね<れ>アジェンデの えー、任命された司令官ですね、はい、でこの人はねあアゼンデンになる前ですからフレイに任命された司令官でしたけど、はい、憲法を重視する軍人の中にもあのそういう真面目な人も、えー、少なくらてい,いたわけでほほこの人は憲、えー、憲政、政法の政治に忠実なあの軍人従っ,、うん、って、あのー、こ,の人はこ,のこの人が殺されれば<ー>要するにこの人の存在は邪魔だったわけですよクーデター派にとっちゃ なるほどでだけど現役の陸軍司令官を殺せば、うん、軍部が怒ってー、えー、クーデターを起こすだろうと、うん、アジェンテがこの決戦で当選する前にクーデターを起こして選挙結果をひっくり返そうと、うん、これがあの CIA の作戦だったわけです。うんえー ところがこの、えー、その段階で軍部はまだこのアジェンダ政権になってませんし、うん、アジェンダがどういう政権になるかも分かってなかったので、うん、クルーデターの準備ができてなかったんですね。うんでシュナ,ナ,ナイダルじゃなくてさっきの、えー、エドワードですね、はいえー、エドワードたちが一生懸命働きかけていたけど軍 CIA の工作はこの時失敗したという。 え、ね、今回あの血を流したけどね、えー、失敗したんですよ。なるほど。えー、でアゼンデが、えー、決戦に勝ったということになるわけですね。で政権がまあ補足していくということになりますよね。えー、国会の当時はあの一般投票じゃなくて国会で国会議員の投票が決戦投票だったんですよ。ううね、今では一般投票ですけどね。はい。はい、で国会の中ではこの トミッチがさっき言いましたように議席がちょうどキャスティングボードを握ったと、うん、でアジェンダが1位になったもんですから、うん、トミッチは、えー、アジェンダに投票したと、うん、それによって、あのー、多数派になって当選したわけですねそれが1973年の、あのー、10月だったんですで政権が11月3日日本の文化の日ですね、はい、に発足したわけですよああなるほどそれでアジェンダが最初に何をやったかというとキューバと国交を再開するはあ これで全世界に政権が変わったんだぞ、ええということを印象付けたんですねなるほど、うん、それからそれを見ていた今度はヨーロッパからアジェンデモーデみたいなのが始まっているう,、ね、うことなんですよねあの高瀬さん当時あの思い起こしますとねええ、はいえー、ソ連の共産党の職長は ブレジネフでしたねあの人はスターリン主義と言われましたがいろんなことをやって1968年の10月にチェコスロバキアに侵略しましたいわゆるプラハの春というれを潰したんですよねワルシャワ条約機構の戦車隊を率いてあれを見てですねヨーロッパのフランスイタリアスペインこの3国の共産党はものすごく強かったんですが これがあの、えー、ソ連式の,あの従来の共産主義に絶望したんですねそれでソ連から一斉にあのも,もちろんずっと距離を取ってたんですけどれ一斉にこれ,これはダメだとそれで、えー、そういう時代にアジェンデ政権が選挙によって出てきたんでなるほどこれっていうんでこう自分たちの参考になるとあ<ー>そこでこの、えー、チリモーデが、えー、始まると。 ですねもうこれは輝いて見えたでしょうね、きっと、えー、もうこのいわゆるブレジネフがやるねスターリン主義に基づいたようなソ,ソ連の政治というの同じ社会主義政権だけども、アジェンダもういわゆるこの人間の顔をしたね社会主義っていうのが、プラハの春に確か言われましたけども、はい、まさに人間の顔をしてるわけですよね、えー、こちらの方はね。 だからね、うん、完全に共産主義の中にこのソ連型とアンチテーゼとしての地理というのがこう出てきちゃったわけですよ。はあはあ、でこれであのいろんな困った政治家たちがいたと思いますがね、うんまあ、ともかくそこで、えー、さっき言った3人の三、えー、つの国の共産党の党首たちがチリモーでしましたねジョージ・マ,えー、マルシェ、ね、フランスの、うんはあ、それから。 エンリコベルリングウェイとかありましたね。懐かしい名前ですね。これサンティアゴ・カリーユじゃね？スペインの。もうこういう人たちがあの特化してですね。またこの三人だけじゃなくて、いろんな人が行きましたよ。日本共産党も相当関心を持ってましたね。なるほど。これはチリのサンティアゴに行くわけですね。サンティアゴに行って。 行くとあの必ず記者会見やりますから、はい、私なんかそこで記者会見やってこの3人にみんな会ったりしてねそれもあの、えー、歴史的な人物のあったわけですから、ね、まあ収穫ではありましたがねあ<ー>、まあ、本当にあの世界の最悪の風が吹いたですね、えー、そういうあの春だったんですね。 まあいろんなその各国のいわゆるまあいわゆるソ連側というか社会主義側のまあその国の大使館もねすぐにその地理にどんどんできていったとちゃんちゃでしょうけどねということでこれこれは南米一の国際左翼都市というそういう言い方でいいんですかねまあ当時あの9番の幅ながありましたけどもあれはあの9番革命ご承知のとおり2年25ヶ月いた えー、流血の暴力革命ですね、はいえー、それで政権取ったんですねなるほどでこっちは投票でで取ったんですよあそれは大きい非常にだから珍しいというかね、えー、そういう意味ではその血も流さずに社会主義政権を誕生させるというね、えー、我々は社会主義政権あるいは共産主義政権というのは革命で打ち倒してね血を流して勝ち取るもんだというのが 頭の中にありりますすすそううじゃないいいとところやっぱごでねだから歴史にやっとロシア革命か中国革命ですねキューバ革命みんな流血でしょ他にもいっぱいありますねところがこれは初めてね清き一票の集合でもってできたとなるほどですからねニクソンの当時の米国ですねニクソンに代わる米国は自由と民主というのは今もそうですけど掲げてるでしょ それ、はい、でこのチリのアジェンデ政権は自由選挙でできた民主政権なんですよ。ええ、あそれをだから国のね、ええ、この大切な価値観と相反するわけですよ。あ<ー>だけど潰しちゃったなるほどそこにねこの米国の大変なあの犯罪行為そ,<う>それから罪悪ですね米国自身が矛盾してるんですよ。 そうですね。ええ、まあ、当時またその千九百七年というと、まあ、ベトナム戦争がいよいよ末期でね。もう、あの、最後からこう引き上げるみたいなね、そういう状況になりつつある時に。ちょうどこのアジェンデ政権が誕生していくということですから。まあ、ニクソンとしても、頭に血が上るという感じだったんじゃないですかね、ええ。そうですね。もう、あのーえー。だから、そういうこの自分の国の大切な思想的、政治的な価値観に反する。 言葉でして、なぜやったかということなんですよは<ー>そしてまあ要するにこの米国の投資してる鉱山とかそういうのが国有化されるんじゃないかとかねはい,、えー、いろんなこのそういう憂いもあったんでしょう。だけどうん 一番の問題はですね、今申し上げましたけど、はいうん、あえて自分の国の大切な価値観である自由と民主、うん、これに反してですね、ええ、自由政権で生まれた民主政権であるアジェンダ社会主義宣言を倒したのはなぜか、はい、これはですね、ええ、それまで競馬革命この暴力革命によるこの革命がありましたね。はい でこれはこの、えー、米国が倒そうとしてましたけども、えー、1962年のキューバミサイル危機器を境にして、はいえー、当時の,あのフルシチョフ政権の、はい、ソ連との間で平和共存の枠内これを強化させていくと、はい、そこでキューバの存在を認めたんですよ、はい、なるほどそこで潰れ,潰れなくなっちゃったとあ<ー>そこへ持ってきてですね、えー、そうだったのにこ,のこんな自由選挙で、えー、社会主義政権ができてしまったと。はい でこの自由選挙の社会主義政権を作るというやり方がです、ねええ、ラテンアメリカにそのま流行っちゃったら米国としては大変,大変なわけです。第2、第3のアジェンダー政権みたいなのができたのねそこで自分の国の自由と民主の価値観に反するけれどもあえてクーデタで潰さなきゃいけなかったと、はあ、こ,れこれが中心なんです。 このアゼンデ政権を潰す前にですね65年にドミニカですねドミニカ共和国が左翼政権が登場しそうになったとそうそうこれを一回潰してますよねえそで当時の,あのジョンソン政権、ええ、これはあの、えー、ドミニカ共和国で左翼政権できそうになっ,たなっていたので、はい、事実ちょっと短いはできたりしたんですけども彼が海兵隊を送り込んで潰したと。 その結果、彼はですね、ジョンソンはジョンソン・ドクトリンというあのジョンソン教義、モンロードクトリンみたいなジョンソン教義というのを打ち出すんですがこれはラテンアメリカまああののえメキシコ、カリブ海南米大陸そこにですねキューバという社会主義政権が一つあるわけですよ。ところが第二の社会主義政権は絶対作らないとこれがジョンソン・ドクトリンなんです。なるほど これをニクソンが、まあ、あの発動したという、まあ、彼はその,あの考え方でドミニカを目のうちに潰してしまったんですね。うんうん、ニクソンも、まあ、ある意味でそのジョンソン・ドクトリンの2つ目のキューバは許さないぞと、うん、まあそういうんでこの社会主義勢に倒したということも言えるわけなんですけど,なるほどだからやっぱりキューバのこう革命というものが他へ飛び火していくことを本当に恐れて。うん そ全で,でも最終的には潰されていくということになるんでしょうがいずれにしてもしかししか今73年誕生しますよねだから、ええ、あの社会主義政権が史上世界史上初めて自由選挙でできたっていう時に米国は驚いたんですよ。これはだけど今にして思ってね、えーえー、半世紀前の話ですが改めてこうやって振り返るとすごい政権だったなっていうね、えー、すごい政治が地理で展開したんだなっていうことが改めてなんかね、えー 私なんかもそういうものだったんだとうそうで感じますけどね。倒した後にですね。え <ー S 2> え、千九百七十九年にあのキューバ型のこの武力闘争それからまあ市民闘争もありましたけど、ニカラガでこのえ大まかに言えばキューバ型のこの武力による産定した革命ができてるんですよ。なるほど。ええ、この七十九年にね。<えー S 2> でその前にこれ倒されてるんですね。 で結局、サンディニスタ革命に対してもニカラガはこのあ米国は、えー、レーガン政権の時にですね、はいえー、反革命ゲリラを本地出すからニカラガに攻撃させて<ー>10年間戦って潰しました結局最後は選挙でもってオルテカが負け,負けるんですけどその当時。なるほどね、だからそういうふうに、えーえー、キューバ以外の,この社会主義的政権は許さないぞと。あ<ー>あるでアジェンダ政権は まあ餌食になっっちゃったとアジェンデェ政権はですね1970年の11月に発足したわけですけども、えー、農地改革それから先住民族への領地確定それから鉱山の国有化労働者の地位向上それから進歩主義的な外交など、まあ、次々に新しい政策を打ち出しました。そうするとととここれはは当然のながら、うん、アメリカにとっては 早いとここれちゃんとなんとかしないとねますますこのアジェンデ政権が輝いて見えるということになるんでしょうからそこでまあ当然、保守派も反発をする敵が心も燃やすということでもう寄ってたかっていわゆる保守の政財界あるいは軍部の右翼それから反政府系のメディアさっき出てきましたよね、新聞なんかそういうところアメリカの CIA ももうううこれなんていうか一気にアジェンデ政権に襲いかかるというそんな感じだったみたいです,ねそ,です、ね、そこでね米国 CIA と もう一つ重要なのはですね、うん、あの頭文字で ITT とていうのがありました<う>あの米国の国際電信電話会社だったんですねあ<ー>今あの ITT という言葉で呼んでいるんですけれども、はい、これがですねあの電信電話を握ってるわけですから<ー>盗聴できるわけですよそうか回,回線防止とかねそ <laughs> うい、ん、う、えー、でもってこの、えー、アジェンデ政権の一挙一投足が全部その 電電信電話ででは敵に分かっちゃうわけですよつまり米国側に、えー、でこれも陰謀に加担しました、えー、ITT がねあ<ー>、えー、CIA と同じぐらい加担したんじゃないですかね。なるほど、ねえー、で結局それを潰していくということになるわけですよね。そうですそうで,すで、えー、ピノチェ将軍がですね結局このクーデターでアジェンデを倒すということになるわけですが。はいはい その時にものすごいあのやっぱ人道犯罪が起きてくるという話がありますよね。アジェンデスそのものもいわゆる大統領の政調内で自殺をすると、はい、いうことになるわけですね。えー、この自殺なんですけどね、はい、あの今いろんな説がありましてね、えー、そのピノチェに派遣された陸軍の,この士官がね、えー、士官クラスあの中佐とか大佐とかああいうね、はい えこれがあのアジェンダンのとこ行って報復してくれとで外国に亡命する飛行機用意するからと家族で亡命できるとで彼拒否したんですねで拒否したっていうのを受けて拒否を確認してえ彼がそこで視察したという説があるんですよえところがねいろいろ解剖うん解剖されたり一旦あの埋められた遺体を発掘してもう一回調べたりした結果ですね えー、自殺したというのが今、えー、定説になっている<ー>、えー、それがまあ今のところあの可能性て一番大きいんですねで顔がね吹き飛んじゃってね顔がもう見えないぐらいで、ね、だからあのあウルテン転し夫人たち家族はね顔見てないんですよ痛いのはうわすごいですねでなぜかと言いますとね AK の自動小銃ですね、はい、これれを口に入れて 当ててあの足の指でひ金引いて頭をすっとんじゃったということなんですよ。すごいですね。でその A.K. のあの児童少女は1971年のですね、えーえー、11月から12月まで3週間半にわたってフィデル・カスタロー・キューバのこれは治を訪問して、はい、3週間半に訪問するんですよ。<ー>長いですよ。すごいですね。なぜかと言いますとねペルー国境の北から。はい それからあの南極に近い南までね、ええ、パトゴニアまで地理が4 3 0 0キロぐらいあるんですね<ー>その要所所フィゼル・カストは全部見たんですよそれでアジェンドにねこういう地形だとね分断されちゃって危ないぞとこう気をつけなきゃいけないとかねそのためにね戦略的に彼は見たんですよでその時ねピノチェがあのまだあの 軍司令官になってないね、はい、あの幹部だったけど、ま、なってないジピチェットで握手してるんですよでこの次を訪問したカストロはですね、えー、アジェンデ大統領に自動、えー、小銃での AK ですね自動小銃を送ったんですねでその送られたカストロから送られた AK の自動小銃で最後アジェンデはですね自殺したと、まあ、こういうあの戦いきさつがあるんですね ほ他にもいろいろ人道的なもの罪がありましてですねこの軍部に殺害された最も有名な人物としてシンガーソングライターのビクトル・ハラという人がいるんですねいわゆる新しい歌のまあ旗頭だった私もねこれ YouTube でね見ることができるんですけれども歌を聴きました「あのええ、ベンセレーモス」というですねはははあんまり長くない2分ちょっとぐらいの歌ですが。 私、初めて聞いた時に、なんかこうね、やっぱりこう掻き立てられるものがあるんですよね。すごくいいな。あと、民衆がわーっとこのビクトル・ハラのギターに合わせてですね。大群衆が歌うわけですよね。だから、その,あのアジェンデの言葉の中に、えー、歌のない革命はない、みたいなですね。名言があるんですよね。私はなんかちょっと読んだんですけども、革命には歌が常につきものなんだ、というようなことを言ってて。 なるほど、こうやってその革命が起きていくというか、ジェネレーシをみんな盛り盛り立てていったんだなというのがよくわかりますね。そうですね。あのイタリアにはあのアブンテ・ポポルテ、あの人民をね前進せよという有名な歌があるし、ワルシャワ労働家とかね、それからあのインターナショナルとか様々な歌がありますね。ねチリではこのベンセレモス。これはあのフィデル・カストロがですね、あの革命の後に兵語を作って、えー。 バトリアをムエルテベンセレモス、はい、つまり祖国かしか勝利するぞと、はい、このベンセレモスから来てましてね勝利するぞという意味なんですねベンセレモスってねあの単純に訳すと私たちは勝つであろうということなんだけども<ー>つまりこれは勝ちますよとつまり勝利するぞとるでそれをですね、えー、あの作詞作曲ができてその歌があったんですね、はい、これはビクトル・ハラはですねあの共産党の党員で「ね えー、この人民連合のを支えてましたから、うん、そこの歌を歌ってえてこのアジェンテ政権をあのし支持するですね、うん、要するにあの活動家だったんですよあ<ー>それでこの自らですねあのアジェンテがこの、えー、1970年の大統領選挙に出る時の,、うん、あの選挙運動の歌としてねあ<ー>そ,その選挙運動の言葉を いいろいろこの歌歌詞を彼が作って歌ってたんですなるほど。10代の歌の替え歌を,ああの歌をこう聞いててねあの言語がなかなかわからないんですけどソシャリスタってねソシャリスタっていう言葉が一つだけ僕は聞き取ったんですけどまさに社会主義のね、えー、そういう言葉がポンと入ってますよね。だから憎まれてあなるほど、ね、でそのビクトル・ハナがですねサンチャゴ市内にあるチリの競技場に連行されて。 えー、これは73年9月16日ですかね、うん、両手の指を砕かれ舌を切られ四十数発の銃弾を打ち込まれて残殺されたという、ええ、本当ななんんんでですすかかこんなことやったつまりね彼はそのこの歌の替え歌作ってあの、えー、有権者を大いに盛り立ててアジェンデの支持を膨らましたということもあると。 もう一つね、はい、クーデターの直前にね、ええ、アジェンダはこれは危ないとクーデターは避けられないと彼自身も思ったんでしょう、はいはあ、そこでねアジェンダ政権を今後も続けるか、うん、それとも辞めて大統領選挙をするかこの二者択一のですね、はい、国民投票をアジェンダは国民に呼びかけた、はい、でその時横にこの、えー、ビクトル・ハラもいたわけですよ。はあ そう,いうとそういうとこでこの、えー、アジェンダのそばにいた側近みたいになってて、はあえー、軍部が憎んだんだですねすごいですねなんか殺し方がね銃弾本当にまに銃撃すれば亡くなるわけですが指をねギタリストですからねミュージシャンだからその指を砕いて舌を切ったギターを弾かせないとすごい、ね、歌えないように下を切ると、ね、そしてあの44発の,あの銃弾を周りから でこの、ね、犯人たちが7人のね<ー>軍人なんですよ<ー>元軍人で生きてる人はは<ー>でついこの間、あのーえー、じ記念日のちょっと前ですけども、はいえー、最終的な判断が下って懲役8年からね禁錮8年から25年の刑が言い渡されましたよこの生きてる7人の元軍人に<ー>でその指導者だった軍人は判決が出た途端に自殺しましたけどね はぁなるほど、ねえー、まあこういうねビクトルハラー、えー えー、<う>ぜひね、えー、今高橋さんおっしゃったようにこの歌をね、えーえー、たくさんいい歌ありますんでね、えーえー、ぜひ聴いてほしいんですが残念ながら著作権の問題があって出せませんので,、ねですね、んここでは出しませんけどねまず皆さんんかねその南米このラテンアメリカのこう話をずっと今までね、えー、井高さんと相当な回数やってきたわけですけど常になんかこう革命、えー、政治の動乱のとこに。 その民衆とともにある歌みたいなのがね、こう、ええ、出てきますよね。そうこういうことっていう方は日本社会では経験したことがないので、僕はなんかある種の祝祭があるなという感じがしてるん。そうですね。あのまあ古い話ですけど、えー、20世紀の初め頃にね、はい、メキシコ革命がありましてね、はいえー、その革命を歌ったあの。 ジョジ,ジ,ョジ,ジョジシですねこうやって戦って記者ひっくり返してそんなのがもうすぐ今でも打たれますけどねこれはとても素晴らしいんですねそうですね、えー、そんな感じが本当しますでこのいわゆるクーデターが起きた後のですねこの人道犯罪ですねここに今数字が出てますけども殺害が2125人行方不明が1090人これで合わせて3217人 から拷問が四万人凄まじい数ですけど、で亡命出国が二十万人ということで、何らかの影響を受けた人がまあ約二十五万人近くいるということですね。すごい数ですね。えー、このまあ行方不明ってのはも常識に考えて当然殺されて、すね、要するに遺体がどこにあるか分かんないということなんですね。<ー>でまあこのボルチ大統領は。えー このクーデター記念日のね50周年のちょっと前にですね、はい、宣言したんですけども1092人の行方不明者の,このどこにいるかこれを確認するとこれが私の政権の重大な使命であるって宣言したんですよ。であと3年弱ですねの期間に1 9十人のこの遺体の。 ある場所とか探るのたとても難しいと思いますけども、はい、とにかくこのこれはもう自分の政権の使命だとして,て今やってますね、はあ、それから拷問をこれだけの人が受けてると、うんえー、まあ拷問を受けた中で殺された人がいっぱいいますけどね、うん、それから亡命執行が二十万人もいると、うん でこのその中にはですね、うん、あの殺されずに出国したわけですから、はい、い,れいれば殺された可能性高いなるほど知識人がいっぱいいるわけですよ芸術<ー>家もいっぱいいますね、はい、したがってあの前にもお話したことあると思いますけども亡命者がこれだけ出ましたのでチリ、はいえー、の,の文化的なものですね<ー>、えー、穴が開いちゃってね 出っぱなしになって一部は返ってきてますけどね、はい、だからこの,この、えー、20万人が去ってしまったあるいは多くの人が殺されてしまったその人の中,の,その中にいた有能な人々この人たちのこの、えー、人間的人材遺産がなくなってしまったんですね<ー>で地次の,の文化歴史の中に穴が開いてしまったと<ー>これは永遠に埋まらないわけですよ。 なんかこういうことを考えるとね国力に確実に国力を低下させてしまうのに<ー>そういうあの人間をちゃんと救わずにです、ねまあ、強権的にこうやって、まあ、人間を少なくしてしまうというか国力を自ら落とすという<ー>この独裁政権とかあるいは右派の政権ってどうしてこんな愚かなことをするのかと私はいつも考えるんですけど結局権力闘争で。憎しみですね<ー>人間の憎しみの やっぱがこう,いうとこに出てきますねのピノチェ将軍はですね、えー、共産主義から祖国を救ったというふうにですねこのクーデーターの時に共弁をしたと、えー、いうことのようなんですが結局その社会主義とは正反対の真珠主義をそこから始めていくと、えー、まあこれはアメリカのねまた当然ひも付きみたいなところもあるわけでしょうけど、えー、まあこれはいわゆるシカゴ学派というですね真珠主義をまあまあ生み出したというか。 そこの学説にのっとった経済政策ですがそこからまあ,あの軍政憲法も制定してですね16年半16年半ですねこのピノチア将軍の、まあ、新自由主義経済非常にまあ国民にとって厳しい。 経済政策も進んででいいくととうことになるわけですよ、ね、まあだからあの先ほどもしましたようにアジェンダはあはこのままでクーデターが来ると知ってましたからね、はい、感知して,ておりましたから最後の段階で国民投票をやろうと言ったわけですよは<ー>つまり自分があの支持さなければやめるとそして大統領選挙をやると、うん、それをねあの受ければよかったんですよ言ってみれば。だけどそう 呉に愛していたさっきの,あのキリスト教民主党も含めたですねもともとはアジェンダ王にあの、えー、トミッチが支援してたんですけども、うん、トミッチの後の人が保守的な人が党首になったりしていたこともあったんですけども、うん、PDC このキリスト教民主党を含めてですね、はいえー、国会の中でこの右翼保守とその中道であったキリスト教民主党を含めてこのアジェンダ政権が憲法に合反してるという決議を採択しちゃったんですよ。はあ こののクデタの直前にね、はい、で軍部はそれを認識の見旗にしてクデターやった形式としてはね。ねでその時にアジェンデは、えー、あの国民投票をやると言ったんだけどもその声も無視されてクーデターになってしまった。なるほどで先ほどあそのビクトル・ハラがですね、まあさまじいその殺され方をしてしまったわけですが、まあ、それから時がたってですねこのの場というのは21世紀になってから ビクトルハラ競技場というふうに呼ばれるようになったということですね、今、写真に出ていますね。これね、ここでしばしばあのいろんな重要な行事がね、はいえー、催されるんですけれども、はい、まあ今回の,あの50周年でもここが使われるような計画もあったんですけどね、はい、何万人も入るサッカー場がありますでしょ、はいえー、そこだとね、あの治安上ね、はい、例えば狙撃されるとかいろんな問題が出てきたりして、はい、大変だっていうんで、はい、あの、 考え直されちゃったという記者もあったんですね。ううすねええー、まあいずれにしてもこの凄まじいその政変劇があったわけですが、その時に井丹がさんはこの地理でまさに取材をしていたということです。その時のお話を話、ね。そうですね。まああのー、先もちょっとお話ししましたように、自分の存記者としての存在、また記者を離れた一個人としてですね、三十三十歳のまあ。 ちょっとと古びたた青年としてての存在でですすねねを問われつまり生きるか死ぬかっていうようなことに次の人たちが直面していたわけですから私たち報道陣もこの一歩間違えば危ないですよ<ー>とにかく機関銃が鳴り響いて、はい、夜はこの夜間外出禁止令もありましたんでねどっかしらで人が殺されていましたし<ー>それからあの危険 危険な本っていうんでこの共産主義の本とかそういうのが焼き捨てられてね、窓から下に落っことされてガソリンでかけられて燃やされ、要するに紛射ですね。紛射工事みたいなもんですねそういうのがあって大変な時期だったんですね。それもう一つ大変なのはですね、そのこと自体はもちろん大変なんですけども、私たち報道陣にとって大変だったのは同じ頃ですね、つまり1973年の9月に。 お隣のアンデス山脈越しの隣のアルゼンチンでですね重要な大統領選挙があったんですよ。つまりここに出てきましたですねフアンドミンゴ・ペロン大統領ですになるんですけどもその妻のイサベル・ペロン副大統領このフアンドミンゴ・ペロンは1940年代から50年代にかけて約10年間ですねペルーの大統領だったんですよ。 で軍部のこの人自身も軍人で将軍だったんですけれども、うん、この軍部内の右翼保守右翼からあのクーデターで追放されて、はい、長くスペインにいたんですね<ー>でその追放されてる時にこの、えー、踊り子だったイサベル・ペローンとー知り合って結婚するんです、うん、でペローンの最初の妻が有名なエヴァ・ペローンなんですよ、うん、あの人はもちろんがで死んでましてね一人もいだったこのペローンがイサベル・ペローンを銘取るわけです そして、えー、スペインの方に長くいたんですけれども、えー、このペルーの、えー、アルゼンチンの方では軍事政権がずっと続いていたんですけどね、うん、経済が行き詰まってしまったんですよ、うん、素人の経済ですから、うん、インフレがひどくなってね、うん、それで結局国内にゲリラが出てきたりこう荒れてきたとそれでまあ軍部がですね政権を譲り渡すからどうぞ帰ってきてあの政権についてくださいっつって頼まれてから帰ってきたんですよ。 それが1972年に帰ってきて、はいであの、私、メキシコから飛んでいって、彼の記者会見に出ましてね、はいえー、それでその翌年に、えー、今度、本格的に帰ってきて、それで選挙に当選して、妻と一緒に、ですね政大統領、副大統領に当選したわけですよ。は<ー>これ、アルゼンチンにとっては歴史的なことでね、うん、それであのやがて政権に就くわけですね。 そのことえ選挙と政権につくまでのいろんなことがあったんですけどこれとチリのクーデターの直後の状況がですね同じ9月だったんですうわすさまじい、ね、それ一人じゃできませんねできませんよね戦線が二つある、はい、それがどうしたかといいますと私当時共同通信だったんですけど、えー、当時ニューヨークにですね、はい、藤田寛さんという先輩の記者がいてこの人があの 飛んできてで私はメキシコから飛んでって、うんはい、で彼はまずチリやって私はまずアルゼンチンにやって飛行機の関係で私あのすぐに行け,ます行けなかったんですね。は<ー>で,で今度交代するとかねは<ー>当時あの朝日新聞をあえて話し出すと私の親友が金丸文夫という記者だったんですけど、はいはい、この人がボーヌスアイレスにスペイン語の語学研修で行ってましてね。はい ね、彼のアパートに僕はよく行くとあの転がり込んだり酒飲んだりしてたんです、はい、で彼もだからあのアルゼンチンでカバーすると<う>それでこの朝日のワシントン支局からあの例のツクシツヤさんが飛んできて<う>で彼らはこの二人やったんですよ<う>で,でしばしばこのボーノスタイルスに、えー、お互いにいたりすると<う>、えー、彼の,このアパートの部屋行って情報交換したりね し、えー、してましたね、まあえー、残念ながらあれから50年経って、はいえー、先輩の、えー、藤田宏、えー、さんこの人はあの辞めた後に上智大学の文,文学部の新聞学科の教授をやってましたけどね、はい、亡くなりましたし、うんえー、ニュースキャスターであって一世夫婦したつくしさんももちろん死にましたね,ね、はい、私の親友の金丸君も死にました。はい えー、まああの、えー、4人が特定しま特に授業ってことじゃないけどその中で残ってるのは私だけなんですよ。なんかしかしそのあの南米の大陸の中でですね2つの大きな政変があるのをたった2人の記者でカバーするってことなんですねこれは。えー、つまり、あのー、各社2人ずつぐらいですよね、えー、せいぜい。そのくらいの今だったらねもっとあのチーム行ったりしてやるでしょうけどね。えーでほ で他の,あの日本のいろんなメディアと、えー、チリ行ってもアジゼンチン行っても僕はその時は会ってないんですよ。カナムウという友人がいたもんですからね、はい、特に朝日の人と、えー、ああの会ったということはあるんでしょうけども、はい、他のメディアと全然この取材中会ってなかったんですよね。とにかくねあの片っぽは悲劇的な流血のクーデターがしかもそのど、えー、んどん、えー、殺戮が続いてると。 一方アゼンチンの方はこの暴動とかいろいろありましたけども、まあ、あの壊れて帰ってきてこの民生移管にしていく重要な選挙ですね。特にこの、えー、民生移管というのは形式的にはなされていたんですけども、えー、その年の初め頃からねだから彼が帰ってこないとあの国は治まらないとそういう重要な選挙だったと。なるほどね、この2勝目の目作戦でね えー、と,とても大変でした。そうですね。えー、まあ、しかしそれを何とか乗り切ったということだったわけですね。ええー、これはあのこれあのそういう意味で忘れ,られないね、あ,<ー>あの記者生活の中で思い出ですね。そうですね。だからまあ板川、えー、さんがね、ことあることにいろいろこの時の話をされますが、非常によく伝わってくると思います。で、そのクーデターから50周年の記念行事というのが、えー、8月今年の8月半ば過ぎから。 えー、行われたということですね。様々な記念行事があったということですけど、えーえー、中心の行事はあ政府主催の式典であるということで、大統領政庁モネダ宮殿前の憲法広場の特設会場で挙行された。これがその時の、えー、これですね。すね普段はね、写真ですね。それでちょうどね、あのえー、雨が降る季節でね、はいえー、その日もちょっと降ったんですよね。はい、だからあの大きなテントをこう上に張ってですね、<ー>でこれあの えー、真ん中であのタオルかけてる人がね、はいえー、これはボリビアのアルセという大統領なんですけど、はい、その、えー、右横にいるのがあのボリッチ大統領ですねそしてそ,その2人先にいる女性ですね、はいえー、右足から3人目の白いマフラーしてるような人、はい、これがあのアジェンダの娘のイサベル・アジェンデは<ー>、えー、上院議員この人ですね。 ボリッチ大統領の横のこのボリビアのアルセ大統領の隣にいるのがコロンビアのですねペトロ大統領ですね、はい、その左にいるのがメキシコのアムロ大統領ですね<ー>アンデレス・マヌイル・ロコ・ソバ大統領そして一人を置いて、ええ、その一番この左端にいるのがウルグアイのですねラカージュ・ポーダ大統領ですね。 まあま、すごい顔ぶれがね,ねあここにこの4人が今言いましたけども、ええ、アムロニペトロアルセあ<ー>ラカジュポーですね,すですねその他、ええ、過去のね指導者たちもいっぱい、えー、来てましてねあ<ー>あの日本でも有名なウルグアイのムヒカね大統領も来ました元大統領それからサントスコロンビア大統領この人はノーベル平和賞を取ってますけども<ー>それからサンペルというコロンビアのやっぱ元大統領。<ー> これコスタリカのチンチージャね元大統領。これハローネンというのはフィンランドの元大統領フィンランドから、ええ。まあこれはねやっぱり亡命でねメキシコのあのアムロがなぜ来たかというとえアゼンデ夫人をはじめさまざまなあの亡命者が。 あのメキシコ行きましたから。<ー>フィンランドも全部受け受け止めてますね。なるほどね。えー、そういういわゆる広がりがこうあるわけですね。すね一国だけではない話、えー、というのはこれ非常によくわかると思いますね。それからスペインからあのここにあるように、えー、あのフェリペゴンサレスが来てましたね。それ<ー>か,からポルトガルの出場。はい、重要なのはあの。 ソマルティネスというこのカナダの観光大臣が来ましたね、はい、この人がなぜかっていうとねに亡命したんですよその人がカナダの国籍を取って、はい、今やこの、えー、政権のですね観光省になってるそれで何て言いますか錦を飾るような形でカナダ人としてこの ええ来てるんですよ。要するにそのあのクーデターがあった時にチリからカナダへ亡命してでカナダ人になってで今度ここへ今のトリゾ政権の観光省になって派遣されてきてるんです。なこれこれもなんて言いますか認識を飾ったんだけどまだけどそういうお葬式に来てあのクーデター記念日に来て自分があの追い出された亡命者になった時の。 あれですよね娘だったんでしょうね小さなねそれからあの五月広場の祖母の会ですねアルゼンチンのこの人権問題をやってきたこのエストラデ・カルロットというこのえ人も来てますねこの人がなぜ来たかというとやっぱり人道犯罪をと戦ってきたアルゼンチンの代表的な人なんですよ。日本にもあの、えー この人道犯罪の講演会なんかで来てますけどね、うん、なるほどねもうもう相当なお年でねこの人はあのあ<ー>息子夫婦とかの軍政に殺されちゃったあ<ー>あのお母さんで今ではおばあさんですけど孫,、うん、孫が向かってね彼女の元に帰ってきたっていう、うん、有名なエピソードが何年か前にありましたけど、うん、この人もあの招かれてきてましたね。うん、なるほど この式典ではではすねあのいろんな方がお話をされたようですがアジェンデ大統領の娘イザベル・アジェンデさんですね <えー S 1> 先ほど <えー S 1> この方があのお父さんつまりアジェンデ元大統領の思い出を語ったということなんですがですまあ特にあのーあーこれ語ってる時のねあの映像ですけどもまあみんなの,あの涙を誘ったのはえイザベルがですね、はい そのクータの朝ですね、ええ、父親と別れた時にねあの、まあ、こうハグをし合ってね、うん、でお,おそらく両方ともこれが最後の別れになるのではないかと悟っていたような感じなんですね。あ<ー>それであの最後は無言で見つ,見つめ合ってあの去っていったんですね。<ー>そのことを語った時に彼女自身声が詰まっちゃってそれでまあ,あのちょっとあの無線なんですね。 そしたら拍手が起きましたよ。ああ、そうでしょうね。ええ、それからあの今の大統領ボリッチ大統領ですね。ええ、このもう長い演説を。イサイサベルの演説の受けてボリッチが演説してこの二人の演説で式典は終わったんですけどね。ええ、はい。なるほど。 これだけどそのボリチ大統領はですね非常にやっぱり今あの政治が決して楽な状況ではないと危機に直面しているんだということも表明したよううでですすねねそ、あのーえー、彼自身が、あのー、一昨年の大統領選挙でここでも特集しましたけども極右のカストを決戦で破って彼は当選しましたね。はい、ところが、あのー、現在やっているこの新憲法制定のための うんえー、草案を作る政権審議会というのがあるんですけどそこの絶対多数派、えー、当の多数派絶対的多数派をかつての極右政党の共和党というのが握ってるんですよ。うん、そのためにこの草案がですね、うんえー、例えば堕胎の,、えー、の権利をね認めないというふうにしちゃったり今まではですね、はい、あの例えばこのえー 犯罪によってねはだまされてしまった子どもはこの、はい、下ろしてもいいとかね、はい、それから病気が分かっているとかいろんなあのいくつかのそういう重大な問題に、えー、があった場合の子どもは堕胎していいとかうそういう権利があったんだけどそれもダメだとは<ー>そういうふうに例えばの例ですけども、えーえー、もうすぐこのすごく保守的というか極右的になった憲法草案にしちゃったんですよ。 だから12月7日でしたか、ね、国民投票で決めるんですけど、はい、多分また否定したんじゃないかと<ー>今そういうい出てますねとにかくそういうふうにこのチリの状況がですね極めて欲しい危険な極右的な方向に傾きつつあるという状況を踏まえて、えーえー、ボリッチはですね、えーえー、あの50年前にチリの伝統ある民主主義は軍事政権によってこの潰されてしまったと。えー でその後、えー、16年半経って民政復帰して、えー、民政に移管して30年経つけど今またですね、はいえー、あとこの数年 2, 2年余り経つと大統領選挙あるんですよ。は<ー>でもし彼が当選したらひどいことになると。 なるほどでアルゼンチンがまあそういう状況に来月の選挙でありますははブラジルではボスソナルという人がいて、えー、めちゃくちゃになりましたね、はい、まあそういうあの時代なんですねは<ー>それを踏まえてボルッジは50年前に踏みにじられたとで民政化に関して今日にまだ時間が経ったけど今またチリ、うんえー、はこの政治がね民主がああのぐらつくぐらついていると。は<ー>でこの 楽観はできないっていうようなことをここの講演ししてましたね、えー、これラテンアメリカのこのシリーズの中でですね、はい、この2年ぐらいの間にいわゆるまあ中道左派とかね、はい、まあそういう政権が次々に生まれていったわけですよね、はい、ところがそれが安定せずにまたその振り子がですね右側え触れようとしてるというねそんな感じがしますよね<え>結局、あのー、ご承知の通りあり、のー、今日の曲の存在ですね。はい 例えばイタリアであの女性の首相の右翼極右政権が今出てますね、はいうん、えそれからあのフランスでも極右の台頭があると<う>ドイツでも台頭してますね政党がそう,、ね、そういうふうにあのえ欧州の方でですね、はい、この今のソ連のウクライナの侵略による戦争とか、はい、経済がたついてるイギリスがこの欧州連合から抜けたとかね、うんうん えー、難民がアフリカから北上してきてヨーロッパにいっぱい来るとかさまざまなもう複雑な問題ができて、はい、その中でこの経済が必ずしもよくなければ必要者が増えてくると、はい、で,でこの新自由主義がもうずっと、えー、3040年と続いてますからこの中産階級の没落富裕層と人握ぎ富裕層と多数の,この貧しい人とかそういういろんな構図ができてるわけですから。う その中でで曲がが出てくる目があるあわけですね<ー>それがですね、えー、飛び火して、えー、ラテンアメリカにヨーロッパとつながりの深いラテンアメリカにどうしても届くわけですよ。<ー>でそれが今表面化してきてるとそういう時期にこのチリの50数年がぶつかっているというそういうことなんですね。ということなんですね。 最後に一つね的を付け加える必要があるのがですね9月23日がチリのノーベル文学賞の詩人でありましたパブロネ・ネルーダですね。この人が変死したということから50周年ということでもありますよね。まああのクーデターが9月11日でしたから、はい、その12日後の9月23日に、えー、亡くなったわけですね、うん、不可解な形で。うん なぜかというと、この翌日の、死んだ翌日の二十四日にですね。メキシコの大統領の飛行機が来て、差し回しの。それによって、ネルーダは、家族とともにメキシコに亡命することになってたんですよ。その前の日の夜の、うん、十時半か十一時頃に、突然死んだんですね。ほう。で、彼はですね、前日洗顔の末期だったんです。それから、他にも転移していたらしいですね。だけど、突然、この。 えの容体が悪化して死ぬっていうようよなな状況ではなかったと<ー>、えー、そこで、えー、側近の人があのちょっとあの一日、えー、ネルーダの家に帰って必要なものを持って帰ってきたらですね、うん、彼がね弱ってて、えー、側近に耳打ちしたのは、うんえー、昨日の夜つまり亡くなる前の日の夜ですね、うん、一,一軍の人一,一グループの男たちが入ってきて、うん、無理やり私の腹に注射したと。うわー その結果、私の体が燃えるように焼けるようになってそれもまだ続いてるとでその時ボツリにス菌というある意味ばい菌がありますが、ねあ,あ,はい、あれがその時注射、えー、されたんだろうと見られてるわけです<ー>だけどこの、えー、彼の証言しかないわけですよあ<ー>のこの病院側みんなあの軍政側ですから、はいまあ、そこであの、えー、翌日の夜死んじゃったわけですね それでこの側近のねあのアラヤという男ですね、はい、これは残念ながらこの間6月に77歳で死んじゃったんですよはあ、はあ、今度の結果待たずにね、はあ、でこの人の証言しかなくて、うん、で状況証拠は十分あるんですねネルイダの発言だから状況証拠でネルイダは彼に言ったと言っても彼だけが言ってるわけでネルイダは死んじゃってます、うん、したがってこれ、あのー 確固、えー、たる証言にはならないんですよなるほどでだけど、まあ、あのその人の,このあらゆる証言もあってですねチリ、えー、政府が動き始めて、はい、ネルーダン属してた共産党の、うん、政府の要請もあってねそれでずっとこのチリ政府は外国の専門家に頼んでこの、えー、遺骨をですね、はい、ネルーダの遺骨を発掘してそれをずっと3回。 検査してきてき、うん、その結果今年の2月初めに3回目の検査でボツリヌス菌が体の、えー、いくつかの場所から発見されたと<ー>これは他殺の疑いがあるっていう方向性を出したんですよ。だけども他、あのー、殺かどうか分かんないわけですよつまり<ー>なぜ彼らの生きてる時の体内にボツリヌス菌が入ったかと誰かがあらえの証言にあるように誰かが注入したかと。うん アジェンダはそあ寝るだそういうふうにあらインに言ったわけね、うん、だけどもその証拠がないわけですよ<ー>言,っ言ってるだけでね、はい、それから自然に彼が何だか言って自分で飲んだかもしれんと何、うん、かに入ってね、うん、そこのところがこの法医学的に<ー>この自然科学的に証明できないとはーはーそこであのあの滞っていたんですね。 だけど遺族は早く発表しようと遺族はもうあらゆる証言からたんだと信じ込んでますなるほどところが今年のですね5月の末頃にここに写真出てるルイス・コルデロというこの裁判なんか担当する司法省ですねこの人がスペインに出張した時にポロッて言っちゃったのはね今私が言ったようなことを言って従ってこのえ毒殺の疑いは状況証拠としては十分だけども。 決定的なな証拠がないとしたがって言えることはあのクーデターで、えー、スピリィ人の多くの人が論俗に落ち込んでしまって精神的にも参ってしまったとでたくさんの人が死んでったとでそういう中でアジェンデも自殺しネルーダもし、えー、わけのわからない形で死んでったと、うん、もしピノチェの軍事クーデターがなかったならば二人ともその時点では死ななかったと。 なるほど従ってクレーータの責任みたたいなことを言ったんですよあ<ー>そうしたらねあの本国で問題になっちゃってねあ<ー>つまりそれを担当してるのは司法省で司法,司法省の省あの、えー、ミニスト、えー、文部省なんかの,の省の方ですねだこ,れはこの省は大臣ですけど役所の方の司法省、はいはい、その中の人,人権犯罪問題のですね人道問題担当の このパオラ・えー、プラサというですね、はい、判事専門の判事がいるんですよこの人がずっと調べてるんです。うん、で、えー、この人がですね実はこの,、えー、この番組をやろうと思った後にですね、うんえー、発表したんですよ、うんえー。それをちょっと申しますとね、はい、9月15日にこの,この事件を担当してるですねパオラ・プラサ プラスは人権担当の判事が発表したんですけどパブロ・ネルーダのです、ねうん、死因の調査をずっと続けてきて、うん、それをまとめまもうまとめることができたと。うん、で今後ですねこの,ま,あのま,まとめを読んでですね、うん、この関係者が読んでもしこの依存があれば、うん、その問題点だけをね15日後にね、えー、調査を始めますと。うん 15日たっても依存がなければ、うんえー、発表するっていうことは言わないけどもまあそうなるでしょう、うん、となると10月の10日が15日後なんですよ<ー>だから早ければ10月の10日にもですねこのパオラ判事のパオラプラス判事の見解つまりこの治政府の最終的な判断ですよ、はい、これが発表される可能性があるんですなるほどでこれはだからいち早く言ってしまったさっきの司法大臣のように、うん えー、クーデターがあったからこうなったって大まかなこと言うのかね<ー>それともあのもううちちょょっっっととと突っ込んんだこと言うのかかりませんねなるほど、まあ、その辺のことが次回のねおそらく番組の中であの明らかにというか何か話ができるかもしれないということだと思いますが、えー、次回はですねこの番組でアルゼンチンの大統領選挙それからエクアドールの大統領選挙の決選投票この結果をああの合わせてですね お伝えできればと思ってますね。ねそうですね。非常に興味深いまた選挙がありますね。えー、まああの、えー、エクアドンの決戦はもう10月の半ばですから、はい、すぐに結果出ますね。うん、でところがこの、えー、10月20日のアルゼンチンの大統領選挙の第一回投票ですから、はい、これがあの三人あの主要候補出馬してます。うん、その中の上位二人が決戦に行きますね。うん 一発で決まらなければ決算に行くとああ決算になるとこの十一月ですからねまああのー、そうなった場合は中間的なご報告しかできませんけれどもど、えー、まあいずれにしてもこの重要な選挙はですね、はい、迫っているということですね、はい、じゃ次回も楽しみにしておりますどうありがとうございます